ていうのを自立させるためにどんどん力が必要か、ね、はい、考えて、うん、あとこの子が幸せになるためにはどんな力がいるんだろうなとか、うん、なるほど、まあ、そうですね、生かされてるんじゃなくて生きていくっていう、生きていくっていう主体的な、そうですね、主体的に生きてほしいという願いからすべては始まっていて、かっこいいぞ、しほちゃん。そう、かっこいいぞ、ありがとうございます。はい、切実なんですけどね。うん、で、それで、そこから始まったんですよ、すべて。うん、すべてがそこから始まった。はい、で、うん、どういうふうに子育てしたらいいのかなっていうのをいろいろ考えたときに、うん、自分が、あの、幼稚園教諭をしていたときに出会った子供の影響もあったりとかして、で、まあ、そういう背景もいろいろあったんですけど、で大学で働いてるっていう背景ももちろんあったりとかして、はい、でまあね、大学生を見ていて、あのこういう風に育てるにはどうしたらいいのかなとか、あ、まあ、逆もありますよね、はい、でまあ、いろんな人を見る中で、そうですね、そう、いろんな年齢のいろんな人たちを見る中で、多分こういう力って必要なんだろうなって、うん、自分の中でなんとなくこう思い描くものがあったんですよ。あったんですね、はい、で、じゃあそれってどうやったら学べるのかなとかつけられるのかなって、まあ、次に考えるじゃないですか。なるほど、はい、で、それの理想形っていうのが、まあ、子供哲学だったっていう感じですね、うん、私、理想形が子供哲学だった、はい、はい、一つの一つの方法として、はい、手段として、はい、これは絶対に子供哲学だと、うん、はい、そうですね、あの、はい、子供に体験させてあげたいなっていうふうに思ったっていうところですね。なるほど、はい、じゃあ気になるのは、うん、そのしほちゃんがそこまでこれだって思った子供哲学って一体何なのか、うん、よかったら聞かせてもらえますか。はい、はい、そもそも哲学っていうのは、はい、こう結構なんか、うん、難しいものだと思われがちなんですけど、はい、あの身近にある難問っていっぱいあるじゃないですか。例えば、例えば、うんうん、例えば難問、はい、うん、愛ってなんだろうとか、死んだらどうなるのだろうとか、あ、子供が突然聞くやつですね。あ、そうです、そうです。じゃあ、まあ、もっと具体的によく子供が聞いてくるのとかだと、うん、まあ、なんでしょう、なんで空って青いの、それ私も今、そう、まあ、そう、よく聞きますよね、とか、ね、聞く聞く、そうそう、とか、空はどこまで続いているのとか、あ、空の向こうには何があるのとか、向こうには何がある、そう、空だけでもめっちゃいっぱい聞いてくるじゃないですか。聞いてくる、聞いてくる。そう、で、あと、まあ、うちの子供がよく言ってたのは、うん、お日様はどうして僕をずっと追いかけてくるの、思った、それ思ったよね、ちっちゃい時、うん、そう、確かに、とかもありますし、あ、まあ、つい最近だと下の子が、鳥さんはどうしてお空を高く飛んでるのって聞いてきましたね。なるほど、うん、で、まあ、うん、私の子供の話で言うと、うん、お猿のお尻がなぜ赤いのとか、おー、まあまあ、そのいっぱいあるわけです。まあ、そのぐらい、うん、まあ、答えがあるといえばあるかもしれない、うん、問いから、まあ、本当に今だとお兄ちゃんとかは4年生なので、うん、魂って何みたいな。来た、魂の話。そう、そうか。魂話をよくしてます、ね。魂話ですね。魂は何とか。知りたいね、それ。我々も知りたいね。死んだらどこへ行くのかとか。確かに、確かに、うん。そういう話をよくしていますね。で、まあ、そういう話、いっぱいあるじゃないですか。うん、ありますね、いっぱい。はい。その、あの、難問をなんか、うん、あ、こうなのかな、ああなのかな、いやいや違うでしょ、だってこうだから、いやでもこういう場合はどうなんだろうとか、いや、こう、いや、でもこうとも言うよね、いや昔こんなことがあったよなみたいな、で、あ、でもおそらくということはこういうことなんだろうな、いやそれって本当みたいな、そういう、あ、面白い、いろんな角度からね、ずっとこう一人でもん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 考えるわけですよ。それがまあ哲学と言われていることだと思っていて、そういうことなのか、はい、でそれで結局こうかなと思った答えでも、次の日考えてみたら本当にそうかなと思ったら、いや違うなとか思ったりとか、うーん、まあ、要するに答えがないことを永遠に問い続けるっていうのが哲学
だと思うんです。答えがないことを永遠に問い続けることが哲学。はい、だから、はい、なので、誰しもがやっていることなんですよ。あ、普通に日頃。でもやってない人もいるからよ。まあ、そうなんですよ。そこなんですよ。そのだからその、うん、子供の頃は、あの、うん、まあ、その本題に入っていくんですけど、子供の哲学ってそもそも子供はみんな哲学者だと言われていて、うん、あ、いつも子供はその難問に向き合っているというか、うん、いつもその問いを持っているんです、子供ってね。なるほどね。だから本質的なんだね。そうですね、まあ、何も知らないっていうのもあるんですけど、うん、知らないからこそ本質に近いっていうのはもちろんあって、知らないからこそ本質に近いと、うんうん、なんだけれど、なんか本当にやっぱり、うん、あの素直に問う力っていうのはもともと人間が持っているのかなとすら思うぐらい、なるほど、問うことをなんか、うん、遊びながら問うというか、問うことを遊ぶというか、問うことを遊ぶ、うん、だと思います。面白いね、うん、だから問うことを遊ぶのが哲学。あ、子供がね、子供が問うことで遊んでいる、うん、哲学して遊んでいる感じだと思います。すごい、子供って哲学で遊んでるんだ。そう、哲学として遊んでる。確かにそうかもしれない。哲学って動詞なの？動詞です。動詞だと思いますよ。私は哲学って名詞かと思い込んでた。あの、うん、はい、哲学する。動詞。Doing philosophy っていうふうに。Doing philosophy。はい、あの哲学、子供の哲学では。うん、哲学するっていうことをよく言っていますね。うん、でだからその、そうなんだ、哲学をするっていうことっていうのは、うん、まあ、問うっていう、まあ、もう動詞ですよね。問う、うん。哲学をするのは問うということ。うん、ああ、なるほど。コーチングっていうのが人の内側にある答えを問うのに対して、うん、哲学は何を問うんだ。何を問う、まあ、自分が不思議に思ったこととか、不思議に思ったことを問う、うん、それに対してまた思ったことを問う、問う、なんかこう扉をどんどん開けていくような、あ、そんな感じ、扉をどんどん開けていくとか、うん、まあ、どんどん掘り下げていくみたいな、掘り下げていくと、うん、何があるんですか、また新たな問いが出てくる。なんかさ、鏡と鏡をこう合わせたときに、無限に鏡の世界が広がっていって、すごい怖くなるときあるけど、問い続けることによって、そこが見えない怖さみたいなのって出てこない。たぶん、あの、それ、なんか、研究者になりたい哲学家の大学生の友達とかが、それちょっと時々言ってますね、なんか怖くなるって。やっぱり そこまで深く掘り下げていくことに苦しみとか、うんうん、悩んじゃう。そうですね、それはつきものだから、あ、苦しいって言ってるとか、まあ、苦しくなるでしょうね。なるほど、もちろんあると思います。もちろんというか、まあまああると思います。ただその子どもの哲学っていうのは、なんかまあ、その哲学するっていうことのエッセンスというか、そもそも子供が持っている、そもそも子供が持っている本質的な、あの、あり方っていうか、本質的なあり方ね、子供が持っている本質的なあり方がもうそもそも哲学者だから、あ、今の話を聞くとすごく意味がわかる。だからあの大学生 その研究者になりたいお友達がやっている哲学と同じことなんだけれども、まあ、ちょっと問うてる内容とか、問いの内容が違うから、まあ、子どもたちもまあ苦しみにぶつかることもあるかもしれないけれども、なんかもっとなんか遊び、さっきの言った感覚、遊びの感覚で哲学してるなっていうのを感じますね。はい、それが発展していて、そういうふうに哲学的にどんどん問えて苦しめるまでになることはとても素晴らしいことだと思いますね。やっぱり苦しむまで悩むっていう、苦しめるほど掘り下げることができるっていうことも素晴らしいことってこと
だと思います、はい、ありがとうございます、はい、なるほど、深い目ですがとってもね、そうです、ただその、その子供ってその、うん、そもそもそのそういう動物っていうか動物っていうかその哲学する生き物哲学する生き物みたいな感じで遊んでるわけじゃないですか、うん、子供たちはね、だけど、はい、そのさっきみちゃんが言ったみたいに、はい、そういうふうに問わない人もいるじゃないですかって言ったじゃないですか、うんうんうん、だからそういうなぜ問わない人になるのかっていうところに問題があるわけなんですよ、うん、いいこと言うねで、うんうん、そもそも子供はみんな哲学者なのにいつから哲学者じゃなくなっちゃうのかっていうことなんですよ、ああいつから、そう、そこに子供の哲学の意義があって、と思っている、意義があると思っていて、意義がある、ね、そう、だからその忘れちゃう哲学をする心みたいなものを忘れさせないようにするとかいうのもあると思うし、ああそうか、だってそもそもだって哲学する生き物な、生き物だもん、子供はね、多分ね。私がそのお話を今言った時に、うん、ポワン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 って思い浮かんでたのは、なんでって聞かれた時に大人が面倒くさくなっちゃって、うん、まあ、それが青なのか当たり前でしょって余計なこと言わないのとか言って、うん、言われてる人に思考停止して、はいって通っちゃいけないんだ本質的なことは、うん、か、うん、なんかこういう不思議に思ったことをなんでなんでっていうことが大人を困らせるんだっていうふうに学習しちゃった子供が大人になると、うんうんうん、考えない人になっちゃう気が私はしてる。それはね、なんかすごく大きいというか、うん、あって、うん、例えばね、うん、今梅ちゃんが言ったみたいに、うん、そこまで否定されないにしても、うん、なんで空が青いんだろうねって子供が問うとするじゃないですか、ね、そしたらね、うん、なんでだろうねって言って終わるパターン結構あると思うんですよ。あ、忙しく、別に否定はしないけど、うん、そうだね、なんだろうねって終わる、流しちゃうっていうのは きっと結構あって、あ、なるほどね、まあ、それでも別に会話としては成り立つと思うんだけど、うん、確かに。でもまあ、いち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 毎回掘り下げるわけにもいかないし、うん、まあ、それもわからなくもないし、でもそうやって、なんだろうねって過ぎ去っちゃうっていうことにもやっぱり原因があると思うんですよ。なぜそれを思ったかっていうと、うん、私よく言われるのが、うん、さっきもうちの子供がこういうふうなこと言ったんですっていうふうに言ったじゃないですか、うんうん、言いましたね。そしたらよく言われるのが、うちの子供はそんなこと問わないって言うんですよ。よく言われるの。ああ、言われるんだ。そう、でも私はそんなこと言わない、言わない、うんうん、さすがだねみたいな、あ、賢いねぐらいのことを言われるわけです。言われるんだ。そう、でも私幼稚園教諭をしていたので、うん、そんなことないんでって分かってる、ね、経験から知ってる、うちの子がね賢いよとか全然なくて、むしろできないぐらいなのに、なんかそうなんですよ。みんな本当に何回も言ってるように、うん、みんな小さな哲学者で、うん、みんないろんなことを問うのに、うん、多分その大人が心に受け止めてあげれてないっていうのもあるし、今の問い、すごいいい問いっていうのを言ってても聞き逃せにしちゃってるっていう、そういうスルーしてるかもしれない、スルーしちゃってるっていう、で日常の中にも埋もれちゃってるっていうのはなんかすごく感じるんです。そのうちの子だけが特別にできるんだねっていうようなことを言われて、それを気づいたんですけどね。そのそれはそうじゃなくて、そう、埋もれちゃってるんだろうなっていうふうに感じ、認識しないで流れてしまっていて、はい、日常の中にその問いが埋もれて消えていってしまっている、うん、そういう積み重ねで、その問いが軽視されていく体験が多いのかなとも思うんだけど、でもそれはあまり大きな原因ではないと思っていて、もっと大きな問題があると思っているんだけど、それは正解主義であることですかね。なるほど、正解主義言ってしまったんでしょう。小学校に入ると例えば、まず受験にパスしなきゃいけないじゃないですか。そうですね。で正解をいかに早く求めること
が求められるというか、いかに早く正確に答えるかっていうことに価値があるんですよ。正解があるっていう前提のもとに問いは全てあるべきである。そうだとすると答えられない問いは正解が言えないからなかったことにしてしまう。そうですね、なかったことにもなってないんじゃないですか。だからもう答えがあることしか問われてない学校の中ではね。そう、今の学校の中では。そう、塾でもそうでしょ。塾はそれのさらにテクニックを学ぶわけですから、いかに正解を早く導くためのテクニックっていうのを学ぶためが塾じゃないですか。で、悲しいね、それね。そうなんですよ。で、だから、で、それはそれで必要、じゃあそこを否定してるわけじゃなくて、でもそればっかりじゃやっぱりその問うっていうことが軽視されていってしまって、やっぱりその問うことの面白さとかっていうのに気づかないまま大きくなってしまうのは悲しいなと思って、こういう時間はあえて作る必要があるなっていうのに感じているわけなんですよ。今のお話を聞いてて思い出したことがあって、今子どもの認知能力と非認知能力が両方大事ですよっていうお話があって、認知能力はまさにその今言ってた答えがあるようなことだったり、決まってること、知っておいた方が社会で通用すること、で塾でも鍛えられる、もちろん大事なこと、で一方で非認知能力の方は集中力とか問いを持つ心とかも多分、そうですね、モチベーション力とか、モチベーション力とか、とかね、そう、あとはやっぱりお互いの意見を受け入れ合って、一緒にそこから作っていくような心だったりする。そうですね。そのまさに今やっと非認知の方にこう注目をされ始めましたよね。ね、まさにその非認知を培う上で、とても非認知を培う上で大事な、大事な、はい、手段になるんじゃないかな。まあ手段というか、そもそも子どもが持っている力ですし、それをそうですね、きっかけ、そもそも持ってるから、持ってるんだけど忘れないようにしてあげるっていうことかなとか思うんですけど、持続させてあげる、その問いステージを作るような意味。そう、せっかく問うことを楽しむ力がある、そもそもね、持ってるのに、持ってるいいものがあって、それがいろんな、例えばそういう正解主義だとか、まあ日常の中で漏れちゃったりとかして、まあその日常で漏れちゃうっていうのも、そもそも私たち親世代がそういう教育を受けてないので、そうね、そう、その大事さに気づいてないんです、ないまま終わって、そう、受験世代ですし、確かになので、っていうのもあって、なんかそこを、大事にしたいっていう。大事にしたいっていう話なんですね。大事、必要だっていうふうに私はすごく強く思っているわけなんですよ。それが大事なところだよっていうことを大人が知って、そう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 、大切に育んでいきましょう。そう、育んであげる。そうですね、それがまず必要で、そうなんですよ。でね、その、なんか、今言った、なぜ小学校になったら、当時からが本当に問う力がなくなっているのかどうかっていう話なんですけど、私は少なくともそう感じるんですよ。で、なんかそう感じることの理由として、なんかちょっと、まあ、例なんですけど、例っていうか経験なんですけどね、子供と対話している時にちょっと気持ち悪いなって感じることがやっぱあるんですよね。気持ち悪いな。そう、で明らかに幼児と小学生で違うっていう姿が見られるというか、気持ち悪いって何だろう。例えばね、まあ、一番最近で哲学対話やった時にも感じたんですけど、初めて哲学対話をする子どもたちって、どんなことするのかなとかわからないじゃないですか。で、哲学対話っていうのは、まあ、自分の思いとか考えたことを好きに言っていい場なんだよっていうのはもちろん説明するんですけど、なかなかそれを体験するまではそういうことが悲しいからこう苦手とかできなくなっちゃってるんですよね。で、それがなんかなんでかなと思うんですけど、その気持ち悪さの一つに、まずこう
何が今楽しいかなとか言って聞くとするでしょ、例えば、ね、うん、まあ聞くと自己紹介的な感じで、うん、そうすると一番最初に言った子供があまりに一番大変で、うん、一番最初に言った子供が例えば 本読むのが好きって言うとするじゃないですか、うん、そしたらね、みんな本読むのが好きって言うんですよ、右に習いになっちゃう、そう、確かに気持ち悪いそれ、でそう、本当にそうかもしれないんだよ、本当にそうかもしれないと思うんだけど、ね、いやそう、内心本当かよと思うわけ、なんかその考えないために真似してないとか思っちゃうけど、そう、うん、で、どんな本読むのって言っても、まあ、いろいろって言ったらいろいろ、いろいろ、まあ、同じことを言っちゃう傾向がすごく多く、あのそこだけ、その子たちだけじゃなくて、どこ行ってもそうなんですよ、で、あとね、あともう一個気持ち悪いのがあって、うん、あの例えば、まあ、問い、まあ、何か始まって、うん、これってどう思うっていう答えを言うと、うん、まあ、意見言ってくれるとするじゃない、うん、意見言ってくれたことなんだけど、うん、私の顔色をめっちゃ伺うんですよ、顔色伺うのはすごいあるね、うん、確かに、あの顔色を疑うっていうのは、まあ、怒られるとかそういう顔色の伺い方じゃなくて、合ってる、そう、この人の正解なんだろうっていう探るんですよ、私のこと顔色を伺う、そう、私のこの人が思ってる正解って私の言ってることでいいのかな、うん、悪いのかなって言って、私がこう、うん、無反応だとかこうずらしてくるんですよ、どんどんすごい知恵持ってる、そう、微妙に求められている自分にやろうとするんだ、そう、この人が何、だから自分の意見重視じゃなくて、うん、この人が何を求めているのか重視で話してくるんです、あ、なるほどね、そう、でそれにすごく違和感があって気持ち悪さを感じていて、うん、いやこれではいかんだろうと思って、うん、それをもうなんかもう全部取っ払いたいって私は思っていて、で、まあ、あの対話慣れしてくるとそういうことは、ま、もう全くなくなって自由に子供が、うん、あの自分の意見をどんどん言ってくれるようになるので、その変化を見るのもとてもあの、うん、いいなと、あの、なるほど、やっぱり伸ばしてくるんだね、少しずつそれが、そうですね、うん、まあ、あの体験することによってで、まあ、変わるというか、本来あるべき姿に戻ってくるというか、そういう感じだと、取り戻すのかな、自分を、そう、取り戻す、その失っているわけではないのかもしれないけれど、何かそういう習慣みたいなものかな、習慣だと思いますね、習慣、だからそれがきっとそういう、うん、幼児にはそういうのはないですから、ありますよ、ありますか、先生の顔色を伺うのありますか、あ、そう、あ、それはありますね、それはなんで先生の顔色を伺うかっていうと、うん、親御さんの顔色も伺ってるんです、あ、そうですね、その、はい、幼児はその、はい、まあ、さっき言ったその、なんていうのかな、そのまあ、まあ、確かに あの、うん、あるじゃないですか、まあ、あ、ね、目ざとくとかね、あの、それと別に、うん、その子供の自分の意見を言うっていう時に関して、うん、そのもっとやっぱり小学生よりも自由に発言する力を持ってると思うんですよね、うん、基本的にはね、そう、うん、で、あの対話に参加してくるっていう態度という意味では、うん、小学生よりもずっとやっぱりこう、ああ、無邪気な感じでいる、そうですよね、だからそういう、うん、そのこの人の正解なんだろうっていう探りはまだそこまでの能力はないのかもないだけなのかもしれないけれど、あ、まだそんなに間違い、正解間違いとかいうことにこだわりがあまり あるようには感じてなくて、あのやっぱ小学校に行くと急にその正解か自分の意見に対しての正解、うん、恐れみたいなものが強く感じた、恐れなのかなと思います、うん、自信が持てないというか、ここで言っちゃったらダメというか、うん、もしかしたら今まで自分がいいと思って話をしたり、うん、提案したものが、うん、その場の人にそぐわなくて、うん、違うでしょって言われて分かんなくなっちゃった体験があって、うん、探るようになっちゃったとかってこともあるかもしれないね、うん、やっぱどこかでそういう体験をしちゃうのかなっていう、その原因が何なのかよく分かんないですけど、うん、分からないけれども、でも1年生とかでもやっぱり、うん、あ、そう、それ聞いたことあるんです、1年生の子たちに、うん、あのどうしてなんかこう自分の意見をこうだなって心の中で思ったことを、うん、お口に出して言うのが難しいのかなみたいなことを聞いたときに、うん、やっぱり間違えてたら恥ずかしいからっていうふうに1年生の時点で言っていたので、間違えたら恥ずかしいって思いしてるのかな、うん、
とかも言われてるのかな。分からないですね。だけれども少なくとも幼稚園の時ってあんまりそこまでのそういう間違えたら恥ずかしいから言わないっていうのは、まあ大きくなればなるほど、やっぱり徐々には出てきますけど、恥じらいって気持ちが芽生えるのか、うん、どうなんだろう。なんか小学生になると急にこうバッとこうなんか正しいものが正しい、うん、正しい正解が、うん、正解を探ってしまうような傾向にある、うん、正解主義みたいなものにやっぱりこうなっちゃいがちなのかも、まあ、幼稚園にもいると思いますけどね、うん、少なくとも私が勤務していた幼稚園ではそういうふうなことはなくて、うん、私あの自由な、うん、まあまあ、私確かに哲学対話に参加してくれる幼児とかっていうのはね、の意識がね、高い親御さんが関わって、そういうのもあるかもしれないですけど、大事にされてる子たちが来るんだと思うけれども、はい、でも逆に大事にされすぎ、されすぎてる子供さんっていうのは お母さんの顔色見ますからね、めっちゃ大事にされてるにもかかわらず顔色見るんだ、むしろじゃないですか。うーん、だからその、なんかこう、私は虐待児を見てるので、あ、そうか、全然そこは違うので、なんかそのあのよくその、うん、哲学対話で1回目は親子を分けるんですよ、そうよくというか、そうそう、うん、なんてのはない決まりじゃないけど、うん、分けた方がいいなって感じるんですよ。その意図っていうのは、それは私だけじゃなくて他にやってる人もみんなそう思ってるんですよ、うん、あ、その意図はもしかして、はい、親のそう、顔色を伺って言わないから、うん、そう、お母さんのそう意見、うん、自分はこう思っててもお母さんはこれを言うとどう思うんだろうなっていうことを先に考えちゃって、うん、本来の対話はできないっていう、うん、っていうのがあるので1回目は分けた方がいいよねみたいな感じになるほどね、なってますね。そういう時間を重ねていくことによって、はい、本来あった力だったり問いを大事にするっていう心が運ばれていって、うん、それによってどんな生きる力というか、どんな大人につながっていくのかな。どんな生きる大人、どんな生きる力が含まれているのか。あ、それっていうのは、うん、そのあのまずその子供さんがやることを、あの哲学的にね、哲学対話をすることによって、うん、あの哲学対話をすることの意義って、うん、同じ目的、探究という目的を持って同じテーマを探究するっていうその場の目的があるわけじゃないですか、うんうん、でそれがまあ子ども同士であれ先生が入っていても、うん、親がもし入っていても全くその立場とかを関係なく、うん、同じ目線で対等な、対等にまずその自分の意見を言ったり、おかしいと思ったところにおかしいと思うことを言えたりとかするっていうのはまず大きな意義なんですけど、うん、あ、確かに、うん、でそれってなかなか親子っていう関係で対話したり、うん、先生と生徒っていう関係で対話したりとかすると、うん、やっぱりさっき言ったみたいな、うん、こう言いたくても言えないとかいう気持ちも出てきて、利害関係が発生しちゃうんだね、はい、ね、しちゃうです、うん、じゃないですか。だけれど、うん、そういうのを取っ払えるっていう場ではあることは間違いなくて、なるほど、そうで、その子供さんが経験することによって、さっき親子で分けるって言ったじゃないですか、ね、親は親で対話してもらったりするんですよ。あ、そうすることによってお母さんたちも、うん、その自分が、うん、ちょっと言えなくなってる自分が気づかなかった、うんうん、自分の持っていた思い込みとか前提とかに気づいたりとかできるので、お母さんたちも子どもの問いに対して真摯に向き合う力がついてくるんですよね、うん、おー、親にもそうか、結果的にそういう力がついてくるんだ。そうだと思う、向き合う力なんだね、うん、向き合う力というか、うん、力っていうか向き合う、うん、筋肉、うん、それに近いかも、トレーニングみたいな感じかな、あの、なんだろうな、うん、そうなんですよ、筋トレにちょっと似てると思う、うん、そう、その思考のトレーニングに似てますよね。親御さん自身も、うん、ちっちゃい時にそういう問いがあって、うん、それ多分スルーされてきてるのか、忙しかったのか、うん、で自分も向き合い方がわからないんだよね、きっと、うん、それもあると思います、うん、それはもしかしたら子供をきっかけに来て
大人同士でも哲学対話をすることで、うん、こうしたら面白いって気づく、うん、なんかね、うん、あの親子で、うん、あの子供さん、あのなんだろうな、うん、お母さんが子供さんの哲学対話の様子を見ていて、うんうん、なんかすごい積年するシーンっていうのはよく見るんですよ。ありそう。そう、例えば、うん、あのね、うん、小学校6年生の哲学対話で、うん、やった時にね、お金は大事かっていう問いだったかな、うん、お金の話をしてたんですよ、うん、その時にある子が、うん、お金持ちの家は、うん、お父さんが帰ってくるのが遅くて家族が仲が悪いと。だけれども貧乏な家の子は、うん、あのみんな家族が助け合ってて仲がいいから、あ、貧乏より、あ、金持ちより貧乏の方が幸せだって言ってたんです。金持ちよりも貧乏の方が幸せだと。そう、お金があることが幸せかどうかっていう問いだったんだと思います、確か。でそれで、いやいや貧乏の方が幸せなんだよと、その子は言ったわけですよ。なるほど。なぜなら家族が仲が悪い金持ちはみたいな。なるほど。そう、うん、でそれをなんかそれって本当かなっていう話を、まあ、みんなで、あ、そこからまた入ってくんだね。そうだって、それって本当かなじゃないですか。確かに確かに。まあ、もちろんそういう家族もいるかもしれないけど、幸せな金持ちだっているでしょ。確かに確かに。仲がいい金持ちだっているはずだし、それはきっとどこかでそういう刷り込みがされてるわけじゃないですか。そうだね、思い込みがね。そうだし、そうそうそう、貧乏でも幸せなんだよっていう、こう刷り込みかもしれないし、よくどんな刷り込まれ方したのかよくわからないですけど、その子にはそういう前提があって、その前提の上で話をするわけですよ。でもその前提っていうのはあくまでもなんかその前提あるんだよっていうのを知らないで、その子が全然気づかないで話してるから、うん、子供はそういうのすごく多くって、あ、もう本当に家庭とか、まあ、それは教師だったりもすると思うけれど、うん、自分の近くにいる人たちのそういったその思考とかね、うん、そういう思想とか価値観がまんま入っちゃうんですよ。それって恐ろしくないですか？怖いね。そうそう、それがお母さんたちがそれを見ててハッて気づくわけです。私みたいなね。そう、でもお母さんたちも別にそういう刷り込みをしている自覚がなくて、無意識なんだよね。無意識なんですよ。それでいつの間にこんな価値観がついてたんだろうってびっくりされるわけなんですね。でそれって親子での大きな気づきじゃないですか。大きいですね、うん、だから今のはただの一例ですけど、そういうことがいくつもあって、お母さんはその子育てに対してこう見直すきっかけに、あの勘のいいお母さんとかだとなったりとかね、気づきだね、気づきに、大きな気づきになることは多々あって、うん、そう、そういうことってすごく多くって、うん、なんかあのすごいね、それパワフルだね。はい、なんか もっと大きな話していいですか？いいね、いいね。なになに？いや、あのね、中学生と哲学対話した時の話なんですけど、はい、私も恐ろしくなっちゃったんだけど、なになに？あの、うん、いや、6年生も入ってたけど、まあ、中学生です。しかも中学生もなんかあの大学付属の中学校に行ってるような中学生で、まあ、あの議論大好き、まあ、ディベート教室での話なんですよ。あ、なるほど。そう、私ディベートもやっていて、ディベート教室、ディベートってちょっと何か紹介してもらってもいい？議論ですね。あの、肯定側と否定側に分かれて、うん、それをジャッジする人がいて、そのジャッジをする人に、僕たちの意見こっちの方があの正しいよっていうか、こちらの方が、はい、そう、お互いにあの言い合って、うん、あのジャッジの人が、うん、こっちの方が、まあ、あの論理的にも、うん、あの筋が通ってるし、うん、こちらの方がジャッジの人は、うん、あの論が通ってるなと思った方が勝ちっていうゲームなんですけど、なるほどね。で、その講座に来てる子供たちと一緒に哲学対話をしたので、うん、ちょっとまあ政治とかにもきっと興味がある子だと思うんですよね。あ、詳しいんだね、いろんなことね。多分まあ興味があるんだろうなと思うんですけど、その子たちと一緒に、うん、
命に重さはあるのかないのかみたいな、うーん、テーマというか哲学対話したんですよ。命の重さか。その時にね、うん、そこの中の10人ぐらいでしたんですけど、はい、その中の3人ぐらいの強い主張があって、うん、それは命にはの重さはあると、うん、重さの違いはあると。重さの違いがあるから、命には重い軽いあるかっていう話だったんですけど、そうあるっていう、うんうん、ある結構多かったんだけど、その中の3人、3人に強い主張があったんですよ。で、じゃあ例えばなんかどういう風な、うん、あの重い軽いの違い、例えば命が重い人ってじゃあどんな人なのみたいな話をしたら、うんうん、私自分って言うのかなと思ったんですよ。言ってほしいね。そうそうそう、それも、まあ、それもまああれなんですけどね、うんうん、私なんかね、まあ、願いとしてね、うん、そう、あのそしたらね、うん、命の重い人は総理大臣だって言ったんですよ、はあ、で、へーってびっくりして、総理大臣が偉い、あの命が重いんだって言った子が、うん、お3人いたんですよ、10人中、うん、で、自分みたいなものは、うん、その子たちが言ってもね、うん、もうすごく命が軽いんだと。なんで？そう、うん、その子たちが多分言いたかったのは、社会的地位とかで命の重さが変わっていて、うん、そう、国に貢献している人が偉いと、うん、日本にとってどうかっていう思考だったんですよ。日本にとって貢献している、ね、一番貢献しているのは総理大臣だから、総理大臣の命が一番重くて、自分たちは全然子供だから軽いんだっていう話を永遠こう続けてたんですね。で、まあ私は肯定も否定もせず聞いてたんだけど、で、それって本当って聞いたりとかいろいろ知ってみたけど、まあ、その子たちの強いロジックがあるわけで、日本という国に貢献しているという、信じてるものがそこにあるんだ、信念がね。そうそう、で、なんかその、うん、で、その時になんか、いやなんかちょっと、あの、まあ、それは刷り込みなのかよくは分からないけれども、うん、でも、なんかそういうふうに、なんか、どこかで思っちゃってるわけだから、そうね、そう、でもその時にね、なんかその、うん、私の問いとして、問いじゃないな、うん、私 の, あの普通に対等に一緒に対話してたので、自分の意見として、うん、意見としてね、うんうん、私がお母さんだったら、うん、あなたのお母さんだったら、うん、安倍さんがね、死んでも別にどうでもいいと、だけど、うん、あなたが死んだら私は、うん、とっても悲しいし、うん、え、どっちが死んだら悲しいかって言ったら、あなただよって、私がお母さんだったらそう思うと思うんだけど、どう思うって聞いたら、うん、はっとかなっててなるほどとかなってて、よかった、そこで気づいてる。いや、でもなるほどって 思って、うん、そっかって言って、その場がちょっと変わって、うん、そこからまたその深くなってたんですけど、うん、そのなんかこう、まあそういう哲学対話ってとか、自分のこの思考の膜を誰かによって外してもらえるっていうメリットがあるんですよ。だから、その親子だと、その近すぎちゃって親が子に与えてる影響ってすごく多く大きくて、ね、しかもそれは完全になんか前提に前提に前提にみたいな、盗まれちゃったからね。そう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 、ね、もうなんか上塗りされたものすごい色眼鏡めっちゃかけたやつを子供に植え付ける場合もあって、これが社会だよっていうような、そうあってしまうので、う、ね、それをいろんな人と対話するっていうのが、うん、いろんな視点で自分が考えも及ばないところの視点で言ってくる人もいるし、 そっちから見るんだとか、でも自分はこう思うのにその人はこう感じるんだなとか、もう全くやっぱり違う人の意見を聞くっていうのって、なんか自分がこう思ってたのって違うのかなっていうふうに思って、ですよ。あの実際に子どもたちに毎回アンケート書いてもらうんですけど、うん、必ず書いてあるのが、他の人の意見を聞く
ことがすごく自分のためになったっていうことは書いてあるんですね。すごいね。そしたらなんか小さい子も大きい子も書いていて、他の小さい子は他の人の意見を聞くのが楽しかったっていう風な表記で書かれていることが多いし、大きい子だとそうやってその、うん、自分が全く考えもしなかったことを人は考えてるんだなっていうことに気づけたとかいう意見もあったりとかして、多様性の需要にもなるのかな。そうですね。だからさっき、うん、その最初のさっき問いに戻りますけど、うん、どういうふうな大人になるのかっていう視点で言えば、うん、社会なんてもうそのものじゃないですか。いろんな人がいて、自分と同じ考えの人なんて、そうだね、そう何人いるのって話でしょ、うん、確かに。なんかそういう時に、うん、なんか自分がまあこういう人もいるんだし、こういう人もいるんだしっていうのを理解するっていうのも大きいし、大きいね。だし、他の人の意見によって自分を受けることによって、そう自分のその、うん、ね、思ってる大人って、まあ、私たちもそういっぱいあるけれど、うん、なんかあ自分ってこういう今前提で喋ってたなとか、こういう思い込みがあったなっていうことに気づかされるというか、話すことによって自分もそこから気づきを得るっていう。そうですよね、うん、確かに。そう、それってなんか、うん、それが一人で やれたら哲学者みたいになれると思うんですけど、なかなか自分でやるのって難しいじゃないですか、うん、自分の思考の枠があるから、うん、だけれどそれをこと他の人が取っ払ってくれて、あよりその一つの問いが深まっていくっていうそのプロセスが、あプロセスなんだね。そうそう、過程なんだね、はい、うん、に哲学対子供の哲学のものすごく、うん、凝縮されたこう、うん、教育効果っていうのがあると思っていて、濃厚な感じがするね、そこね。いや、めっちゃ濃厚だと思いますよ、ね、はい、あれね、うん、あれ小学校で、うん、哲学の授業が取り入れられているところが出てきてるって前しごちゃん書いてなかったっけ。あ、そうそう、そうですね、立教小学校とか、うん、お茶の水小学校とか、そうかそうか、はい、私立だとかでは結構入ってますよね、うん、すごくいい傾向だね、そうすると。まあ、それはそれで難しくって、うん、難しいんだだと思いますよ、うん、その今やられてるところっていうのは、うん、研究者がもう直に入って、うん、その研究ベースでもうすごいスタッフでやられていて、すごくしっかりそのベースをね、はい、うん、とても恵まれた環境で行われているので、いろんな取り組みがなされていて、いろんな効果を出せていると思うんですけど、うん、やっぱりその普通に入れようと思うと、うん、いろんな例えばその哲学なのに評価しなければいけない問題とか、評価か、うん、そういう義務が出てくるのか。そうですよね。だからまあそんなに簡単にできる、それ、うん、その哲学をするのを強制してしまうのはどうかとか、まあ、いろんな話があるんですよね。だからそんなに簡単にはいかないとは思うけれど、でも、うん、学校でできないからこそ、うん、まあ、そうやって親子でとか、うん、子供だけでとか、うん、哲学する場所を作ることっていうのは、うん、今現状ではなんかすごく大切にしたいことかなというふうに私は思っていて。なるほど。それで数学カフェっていう形でやってる。あ、うん、私は子供の哲学っていうので、うん、子供の哲学っていう形で、はい、今こう結構呼んでもらったりとかしてこう、うん、親子で やりたいとか、うん、塾でやりたいとか、うん、そういうところに一緒に私も混ぜてもらってやるとか、うん、そういう感じでやったりとか、自分が主催するときももちろんあるし、自身が主催するときも、はい、そうですね、最近、うん、子どもの哲学で、うん、まあ、私の結構強みとしては、うん、こう年齢を分けずにごちゃ混ぜ感を楽しむっていうのが、結構面白そうね、それ、うん、なんか、うん、ちょっと最近私の主流になってきていて。何歳から何歳ぐらいまで幅ある？そのね、うん、一番幅があったのは8歳から8歳から
43歳ぐらいまでめちゃくちゃになって、ね、43歳だよね。なりとか面白いね、うん、面白い、すごい面白いです。やっぱ子供の哲学っていうものをきっかけに始めて、もちろん子供とやるのも楽しいし、やることに教育効果は あるし意義もあると思っているんですけど、子供だけじゃなくて大人にもギフトがあるっていう感じあると思います、ね、さっき言ったみたいにその、うん、私たち飛ばせてもらえなかった世代なので、そうだ、ね、大人になっているから、いいから余計なこと言わないでご飯食べなさいとかね、そうそうそう、これ覚えときなさいみたいな、あ確かに、そうだからそういう世代なので、飛ぶっていうことに対して、やっぱり世界と比べて日本っていう国はかなり立ち遅れているので、あなるほど、こんなに哲学しない国ってないんですよ、よその国で。韓国なんてすごいですし、そうなの、そう韓国すごいですよ、受験に哲学入ってる、どうやって受験するんだろう、不思議だね、ねえ、なんかまあそれも多分難しい、難しいと思います。だでもなんか、なんかその韓国の、あの子供の哲学 の、あの先生が、あの昨年だったかな、あの講演新劇教大学に来られた時におっしゃってたのが、なんかそのやっぱりジャッジするのに、お金もいるし人件費もいるし、かかる、ね、マークシートみたいにできないじゃないですか。そうだね、そうだからせっかく入れたけど、なんか元に戻したいというか戻すような動きに国としてなってるみたいなことはおっしゃってましたけど、あとやっぱその人員の養成っていうのも課題なのかな、もし日本の場合はね。そうだと思います。支えていく場を作る大人が答え求めてしまうと成り立たなくなっちゃう、ついつい答えを求めちゃいますしね、気持ち悪いから落としどころを知っておきたいとか、ね、そういう気持ちが焦りが出ちゃうと、場にそれって意図として反映されちゃうから。そうなんですよ、なんか子供に問いのない答えを、あの、ね、問わせるっていう試みをやってるにもかかわらず、やっぱり自分がどこかで答えを探している時もやっぱりあるし、そのね、なんかね、染みついたものってなかなか取れないですよ。結構ね、染みついてるよね、無意識の中にね。めっちゃ染みついてて、確かに。そう、それをなんかこう剥がすような、あの、トレーニングにもなってるのかもしれないですね。私のね、中にあるもので、子供ってね、大人がいろんなものを着てきてしまった、そういう。なんて言うんだろう、ハリボテみたいなやつを、こうあんまり何もまとわずに生まれてきたことによって、光でこう剥がしてくれるような、もう一回こう生まれ変わるような、育ち直しをするようなきっかけをくれる存在だと思っていて、なんかそれは哲学のお話の中でも、子供をきっかけに大人が自分に気づいてもう一回自分を取り戻していくような、そういう機会をくれてるのかな、話を聞いててしたかな。そうですね。なんか、あの大学生のこと哲学対話をしたときに、すごく印象的な、あの終わってからどうだったっていうときに、すごく私印象的な言葉をくれた子がいたんですけど、あのその子も初めて哲学対話というものに参加して、その時は自由とは何かっていうのをまた来るね。自由とは何かか。そうそういい、ね、私その時の テーマはいつも自分の気分なんですけどね。気分だけで降りてくるね。でそれでその自由とは何かっていうのを哲学対話したんですよ。そしたらね、その大学生が終わってから、あのでも本当今まで話してきたことも、もうこの一言に尽きるなっていう話なんですけど、その子が言ったのは、もっと問いたかったって言ったんですよ、今まで。ひどくないですか、この話。大学生の子がもっと問いたかった、問ってきたかった。もっと問いたかった。もっと問って生きてきたかった。そうって言ったのね。そう。で、問っていいんだと思った。だからこれから自分がもっと、なんか、あのいろんなことに問いを持って生きていきたいと思ったっていうふうに言ってくれたんですよ。これね、ちょっと多分私らずっとそういう話をしてきているから、ここでうわって思うけど、もし初めて見た人がそれを聞いたらよく分かんないと思うさ。そうか、もっと問いたかったって、それは何を
心の中にこう感じたからそう言ったのかね。うん、まあ、それは本人じゃないとわからないけれど、でもおそらく、うん、あの背景、自分やっぱり育ってきた背景というのは、うん、その正解を求めることが正しいっていう、うん、もうそこは揺るぎない感じで、うん、そうじゃなかったです。私、うん、自分がそうだったんだよ。ああ、そうだよね。うん、なんかこういかに偏差値の高い、うん、大学にパスするかみたいなところが、それは考えたことなかったけどね。でもそうか、うん、そうゴールみたいな感じで、でも受験、うん、もうなんか受験受験受験みたいな、やっぱりそういう世代だったのかな。なんかとにかくゴールはいかにいい偏差値の、まあいいってもういいっていうのは偏差値が高いっていうことなんですよ。あ、そういうことなんだ。そうだから、うん、なんていうのかな、それこそ、うん、問う暇がない、問うと決まったら勉強しろみたいな感じだったそう、そう、私多分ね、そのね、あの子供の哲学に出会って、うん、こうすごく自分がこれだって思ったっていうのは、うん、結構まあまあ自分の中でいちいち引っかかるタイプなんですよ、うん、だけどそれをなんか、うん、それはいけないことだみたい なんかそんなことしてる暇あったらなんか、うん、ね、なんかあの単語でも覚えろみたい なるほど、ね、そういうなんか感じだったし、うん、あのまず問うっていうことが肯定されていないというか、ないものってか、やっちゃいけないやっちゃいけないっていうところの存在でもなくて、うん、そもそも問うってこと自体がない選択肢ない、ない、そう、なるほど。だからそういう湧き上がった疑問っていうのは、うん、なんかいつしか自分の中で抑え込んで、うん、まあ、ないものとして来てこなきゃいけなかったっていうことが、うん、さっきの大学生の言葉に含まれているのかなっていうふうに、だって通ってよかったんだって、あと通ったことによって彼はなんか喜びを感じたのか、なんか手応えなのか、生きる、なんだろう、生きてるって感じなのか分かんないけど、うん、何かが生まれたんだろうな、その人の中にっていうふうに私は感じたんだけど、そう思いますね。なんかすぐに、うん、それから、うん、すぐにもう哲学対話をやって、あの半参加 して、別の子がやっていた哲学対話に参加して、それからなんか哲学対話にどんどん参加したいって言って、哲学を通じて、何を、なんだろう、生み出したのか、あるいは何が生まれたのか、だからその、うん、すぐに入りたいと思ったのか、その入りたいと思った手前にあるものは何なのか、自分の疑問を、うん、いや、おそらくですよ、自分の疑問、うん、今までこう隠してたっていうか、こういうことは別に口に出すようなことではないなって勝手に思い込んでたっていうか、思わされていたものっていうのをあえて口に言語化することによって、うん、それに対して同じことを思う人もいたりとか、うん、全然別のことを思う人もいたりとか、うん、そのことによってさらに新たになる別の問いが生まれて、じゃあその問いについて考えたときに、また、ね、うん、そう、新たな問いに対してみんなであらこうだ言って、うん、じゃあさっきの問いって、またさっきの問いに戻って、うんうん、じゃあこうなったらこことここってつながってるよねとか矛盾してるよねみたいな、また話になったりとかして、まあどん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 、まあわかんないんですけど、どん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 本質に迫っていったって感じ。まあそういうことだと思います。本質に迫っていくし、さら、うん、には、うん、自分が考えていることとかを、うん、言語化することによって認識できるっていう、うん、言語化することで問いながら言語化していくことで自分が認識してハッとするっていうこともあると思うし、うん、あと自分のそういう、あ、こういう思い込みあったんだなっていうことに気づくこともあるだろうし、うん、まあ、いろんな面白いと思う要素は人それぞれ違うと思いますけど、いろんなものがあると思いますし、その自分の存在を受け入れたって感じもしたかな。それもあったかもしれないですね。そうなんですよ。そのね、時に、主婦の人もいたんです。へ、専業主婦、
専業主婦の人も終わってか終わった時に、うん、あのそもそも哲学って何って聞かれて、うん、でその時はそんなにあの興味がある感じではなくて、まあ、参加はしてくれたんですけど、うん、であのそもそも哲学って何なのって聞かれたから、まあ、今説明してきたみたいなことを話したんですね、うん、で、うん、あのそれからね、もう3ヶ月後ですよ。あ、ね、そう3ヶ月後、そう哲学タワーの話はしてなかったんですけど、うん、その子から、うん、と連絡を取ってたら、うん、あのあとねって、なんかその哲学対話というものに出会ってね、うん、なんかあのそのなんかその時はあまりピンと来てなかったんだけど、うん、その面白さに気づいたし、うん、ものすごくその親子でやることの、うん、なんかあの大切っていう言葉では言ってなかったな、うんうん、なんかそう親子で問うことの、その素晴らしいことだなっていうふうにその人はその3ヶ月の中で感じたらしいんですよ。でそういうきっかけをくれてありがとうっていう LINE もらったんですよね。そうで、それできっと何かその間に、うん、あの何が起こったのかわからないけれど、その哲学タワーの本来の、うん、そういうあのまあ、どこかで本質に迫るところがあったんでしょうね。その間があったんだね。でそれでその、うん、あのそう今度なんか一緒に何かやりたい、親子で哲学対話やりたいっていうふうに企画をしてくれるぐらいまで、うん、そうすごくなんかあの積極的に、うん、あのやりたいっていうふうに言ってくれた、うん、なんかキラーがついた感じだね。ここそうですね、はい、だからこう、うん、私が思う素晴らしいなっていう思う、うん、点っていうのが多分、うんまあ、母として、うん、あの同じような思いが多分、うん、あの共有できたのかもしれないですね。そうか、今の話がね、まさに千代ちゃんが最初に言ってた、うん、生きる力を育むっていうところと、あと、うん、生きる力を取り戻すような、うん、生きるってことを取り戻してるような感じがしたかな、うん、なんかあの、うんざっくり言うとそんな感じなんですけど、でもまあちょっと大きすぎてちょっと分かんないじゃないですか、分かりにくいと思うんだけど、うん、この今までのお話の経緯があった上で、うん、そのこう大きな結論はすごい分かりやすいかな。そうですか、うん、それだったら嬉しい。最初に考っちゃうとそうなんだろうって思っちゃうけど、そうですね、なんかまあ、うん、そう、なんか それが生きる力なのかどうかって言われると、うん、あの生きる意欲かな。あ、そう、そっちに近いかもしれないよね。ね、なんかそうかもね、うん、そう、意欲だよね。生きる力っていうと、うん、やっぱりもうちょっとなんかサバイバル的な要素をちょっとね、うん、でもなんかね、うん、その生きる力っていうふうに具体的に落とし込むとすれば、うん、それはそれでそのやっぱりあの本質に迫る見方っていうか、例えばその自分の思い込みを外してみたりとか、うん、他の何でしょう、その自分があった前提を取っ払うっていうことを、うん、哲学対話によって やったりするじゃないですか、うんまあ、気づいたりするし、うん、あとなんかあの、まあ、そもそもっていうところで、うん、あのに普通だったら、まあ、いちいち考えないようなこと、うん、当たり前じゃんっていうようなことをいちいち考えていくので、うんうん、普通に何かが起こった時に、うん、人生の難問とかね、なんかいろいろあるじゃないですか。別にそんなのそこら中で悩みやトラブル、そういうものが起こった時に、うん、そもそもっていうところから考えられるっていうのは、うん、自分が決断して選択をするっていう、とにかくいろんな場面で自分で判断しなきゃいけないじゃないですか、うんね、そう今ちょっとそれ聞いてて思い出したんだけど、うん、今日ねあの私沖で講座をやってきて、うんうんうん、その中で介護っていう言葉が出たんですよ、うん、で介護って言った時に最初義務っていう感じの表情をされてたその人は、うん、でもいろいろ話をしながら本当になんかこう自分の中でね、もしも違う捉え方があるとしたらとか、なんか例えばポジティブにそれをね受け
け取るとしたら何だろうみたいな問いをずっとしていて、運命かなみたいな話が出てきて、うん、運命か、じゃあその運命って何だろうってもっとこう自分の中でさらにそこをポジティブに捉えると何が見えるっていう話をした時に、感謝って言ったんだよ、うん、介護が感謝だった、うん、感謝の気持ちで介護を見た時に、あ、今まで育ててもらったことの恩返しが介護だっていうふうに本人が言った時に、うん、その義務って言ってた時の顔と全然違ったのよ。本当に輝いてたの、うん、で多分その物事の捉え方が変わることによって、うん、多分いろんなものが変化してくるっていうのを今ちょっと聞いてた、あ、そうですね、うんうん、その見方、見えるものが全然違う、うん、見えるものが変わってくる、変わりますよね、うんうん、だからそういう意味で、うん、その生きる力っていう、うん、あの側面っていうと、うん、あのジャッジする力っていうか、そういうものは、うんうん、養われるのではないかなと思いますね。ジャッジする力、そう、その、うん、あの、うん、さっき一番最初にその、うん、ね、その子供のいろんな前提の上で、うん、お金持ちと貧乏の話とか、うん、あったんですけど、総理大臣が命が重いとかって、うん、例えばその枠で、うん、ものを見て判断した選択の結果と、うんうん、いや、そう、本当にそうなのかなって考えて、いっぱい考えて、うんうん、出した答え、見える結果って違うと思うんですよ、全然。なるほど、自分で選択してくるってことかな。そう、その選択をするまでの過程の話なんですけど、うんうん、例えばそのお金持ちは、うん、あの家族が仲が悪くて、うん、貧乏は家族が仲がいいっていうところの、うん、から見えてる景色で、うん、選択をする答えと、そういうことか、いや、うん、そうじゃな、うん、ないんじゃないっていうところを一旦考えて、うん、そう、うん、お金持ちでもめっちゃ仲がいい家族もいるかもよ、貧乏でも家族バラバラの家族もいるかもよっていうところを考えた上で、うん、あ、そうか、だったらっていうところから見た、うん、見て選択する答えで絶対違うと思いません？あ、なるほどね、幅が広い、そう、そういう面でその生きる上で、うん、あの自分が人生で選択をするっていう時に、うんうん、より、まあ、何が間違いかとかは分からないけれど、うん、そのああすればよかったなっていうような、うん、なんかこうことにならないように、まあ、そういうふうに生きてほしいじゃないですか、この自分で主体的に選んで、そうですね、その主体的に自分の意思を作っててほしい、そうですね、その主体的に生きてほしいんだけれど、うん、その生きるために、うん、できることなら、うん、幸せになってもらいたい、幸せになってほしいね、ハッピーに生きてほしい、ハッピーに生きてほしいね、そうだとしたらやっぱりこう、そこじゃないでしょっていうところを選ばないでほしい、ちょっと待ったっていう前に自分で気づけるようになってほしい、ね、そうそう、うん、なんかこうね、年の方で分かることとかあるでしょ、なんか、いや、それじゃないでしょみたいな、まあね、若気の至り、まあ、若気の至りは別にいいと思うんだけど、うん、なんかこう根本的に、うん、本質がずれてる、何を 見るかとか、うん、何を聞くかっていうところの聞き方とかですね、それを多分養えるし、うん、育めると思っていますね、そういう意味では、うん、その生きる力につながると思うし、なるほどね、そう、その思考停止させないっていう、うんうん、ことにつながるのかな、思考停止させないっていうことね、そう、なんか、うん、自分はしてないと思ってても思考停止してることめっちゃありますからね、ありますよねある、恐ろしくあるって思う時あるもんね、うん、そう、確かに、だから、そうそう、だから思考停止の反対にあるものは何なんだろうね、フル稼働そうね、うん、そういえば、まあ、私が前に保育園の施設をしている時にね、うん、私人が寝るような会議はしたくないなって思って、うん、で私が寝ない会議しようと思ったのよ、うん、で思った時にこれだけオールスターズ職員もオールスターズが顔を揃えてる会議なんだから、うん、みんなに意見出してもらえないとね損じゃんと思って、うんうんうん、で問いを立てて、うん、毎回その問いについてみんなにディスカッションする時間を作ったんですよ、うんうん、そしたらその時に後を振り返った時に主任が言ったのが松原先生が来て正直最
最初すっごい大変だなって思いましたって言われても、うん、でなんでって聞いたら、だって聞かれるかもしれないからずっと考えてなきゃいけないじゃないですかって、うん、ああなるほどなるほどって、でそれ今はどう思ってるのって言ったら、それが普通になったんで何聞かれても自分の答えいつでも言えるし、なんか気持ちよくなりましたって、うん、おーって。だから最初は思考停止してると大変かもしれないけど、稼働し始めたら滑らかにね、生きやすくなるのかもしれないね。あ、きっとそうかもしれないです ね、うん、コツみたいなのは。あ、でもなんかさ、それもなんかちょっとなんか難しくって、うんうん、難しい、うんうん、あの、いや、それはいいんですよ。だけど、その、ずっと考えていると、うんうん、あの結構ね、そのね、うん、哲学の先生とかで話するときにね、うん、なんかあの笑い話でよくするのがね、その今までそういうことに私は全くあの興味もなくてっていうか、うん、興味はもちろんあったんでしょうけど、うんうん、中ではそういうところに触れちゃいけない人生だったから、あ、そうかそうか、そういうことを、それこそさっきの学生と一緒で、あ、通っていいんだっていう、通って楽しいじゃんっていうところに行き着いてからの私っていうのは、いちいち忙しいんですよ、いろいろ考えなきゃいけない、そうそうそう、でいちいち忙しすぎるみたいな、頭の中が忙しいって言ったらそうなんですよって、そうなりますよみたいな、大変さはあるね、確かにね、そうそうって言ってて、でそのお友達の哲学者になったお友達は、それをしすぎちゃって生きるとは苦しいみたいな言ってるから、生きるって苦しいね、苦しいって、ね、すごい苦しんでて、なんか痛気持ちいいみたいな、ね、そうなのかもしれないですね、なんかそうそう、なるほどね、はい、なんだかんだいろいろと話してるうちに多分1時間12分入ってきてるんですが、ね、いろいろお話を聞かせてもらって、はい、で哲学って何ってお話と、そこからね、哲学すると何が起こってくるの、子供には何がいいの、子供だけじゃなくて大人にも実はっていう気づきがあるよっていう話もあったり、で一方で哲学することによって生まれる苦しみもあると生きる苦しみなのかもしれないね、そうですね、うん、でも私たちは生まれてくることを選択してるから、思考停止するために生まれてきてるわけじゃないからね、そういう意味で生きるってことにつながるのが哲学する心かもしれないなと私は聞いて思ったんですけども、しほちゃんのこう今日話してみてのまとめをもしよかったら、そうですね、うんうん、やっぱりなんか、うん、まあ、今の梅ちゃんが言ってくれたことももちろんそうだし、うん、私自身が何、うん、あの何だろうな、なんかこうね、うん、頭が気持ちいいんですよね頭が気持ちいいんだ、いいね、頭が気持ちいい、いいな、お邪魔したいな、私も、まあ、ぜひねえ、なんか定期的にやってる？定期的にやってないんですよ、不定期なんですよ、私あの大学職員という仕事をしているので、うん、今なかなか定期的にできなくて、うん、どこに行けばそのお知らせを見ることができますか、はい、うん、私の教室のホームページ、うん、あ、ホームページじゃないや、Facebook ページがあるの、ね、はい、うん、でお知らせをしたりとか、私の Facebook でもお知らせはしていますね、うん、なるほど、はい、じゃあ後ほどね、はい、コメントの欄か何かでお知らせ出しますので、はい、ぜひそこをね見てもらって、で私も行きたいですと、はい、はい、とか、ね、どこかで開催したいなと思ったら、うん、はい、なんか声かけてもらえたら、はい、全然いい、あ、出張サービスします、出張、そうですね、ね、はい、もう頭が気持ちよくなる感じで、うん、いいね、もみそもみもみだね、あ、そんな感じ、本当にいいね、いいね、そう、なんかね、うん、子供たちがね、なんかね、うん、日曜日に愛知県に初上陸したんですよ。ねえ、今週、うん、まさに。そう、定期的にやるっていうのは今なされていなくて、うん、やっとこう定期的に親子で やられるんですね。で、そこに呼んでもらったんですけど、そこのアンケートに子どもたちがやっぱりその、うん、あの、すっごいね、なんかね、うん、話聞いてないみたいなんだけど、聞いてるんですよね。へー、そうなんだ。それがすごい面白くって。で、そのなんか、子どもたちは一体何が始まるのかわかんないじゃないですか。だから最初 何するのかなって最初そんな感じだったんだけど、うん、だからしっかり対話には参加していて、めっちゃ遊んでるんだけどね。
遊んでみると参加していて、すごいいいこと言ったりとかするんですよ。そのタイミングで言うんだって、ね、そうそうそう、聞いてるんだって。ああ、なるほど、そう、そういうのとかあって、で、なんかアンケートになんかまたしたいとか、さっきの、あの、やっぱり自分の気になったポイントの議論が書いてあるんですよね、それぞれ。残ってるんだ、やっぱりちゃんと。そう、すごい残ってるんだと思って、それをこう残して、またお家でね、お母さんやお父さんたちとそれについて話したりとか、結局答えがないので、いつでもどこでもそれをずっと引きずっていけるわけじゃないですか。種をね、そこに根付かせてというか、ポンって植えて日常に戻ってるから、いつかこうヒュッて、ね、出てくるんだろうね。そうですよね。多分同じ問いでもきっと1年後に同じことをやったら全然違う答え言ってる可能性も多分あるね、だから全然、いつやっても何回やっても同じものにはならなくて、その場にいる人の中で話が、だから同じ問いでどこでやっても全然違う話になるし、それがすごい面白いし、はい、なのでそうだな、なんか子どもたちにとって、能動的に学びたいとか生きたいっていうような意欲につながる一つのなんか手段っていうかツールになるのじゃないかなっていうふうに私は考えています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、楽しかったね。はい、今日はなんかこんなのにお招きいただいてありがとうございます。ちょっとタバラ風のねコンサルを借りまして、名古屋にこんなところがあったんですね。ちょっとダバダバな感じが良かったので、はい、いたしました。梅チャンネル、お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来週、ごきげんよう。